ていうとさ、もうすぐやけど、ね、おお、見とる見とる人がやっぱ多いね、よいしょ、よし、あ、おいよし、いやいやいや、さで、南側の出口から、あ、すぐやね、おお、やっぱ綺麗やな。無事着きましたね。今日鉄道博物館ってことで、今日はね、でも何か初めてやから、どっからどう入っていいのかよく分かってないです。そうやね、ぐるっと入ったら良さそうなんかな。ああ、案内も出とるじゃんね。あれは京都市電のやつか。ああ。確かにもう京都市電はね、私はもう全然知らん時代の話やで。あの時代の電車って言ったら、この辺りやったら、阪海か。阪海行ったらね、ちょっと古いの走っとるけど。あれかな、あ、広島行った時に古いのちょっと乗ったか。あと岡山とかもね。あ、そうです、岡山走ってますもんね。いやいやいや、なんか楽しいね。動画では何回も見たことある。そうそうそう。やっぱり実際に来るとね。そうそうそう。なかなかタイミングなかったしね、うちも。で、入り口は？じゃあミュージアムショップやからそっちかな。これがあの昔の二条駅？ああ。駅舎ですね、こっちの方に持ってきてね、これもだから明治時代とかかな、相当古いあれになってますからね。もしかしたらコントラストやね。その横にこの新しい建物があるってのも、じゃあ買っていきましょう。ということでね、確認して動画撮影も OK ってことなんでね、バシバシ撮っていこうと思います。で、こうやって並んどると、もう、あれやわね、全部現役の頃知らんわね。そうです。まあ、うちもさすがに C62 と湘南電車は知らんけど、ゼロ系はやっぱ現役で乗ったことあるもんね。それはやっぱサードしたらね。そうか、懐かしいな、ゼロ系。あ、奥にあれ、ブルートインの客車なんかもあるんやな。おお、鉄道、こういう、なんか、新幹線ってすごいでかいイメージがあるけど、こうやって見てみるとやっぱ同じような大きさになっとるんかな。まあ横幅はでかいけどね、多分。そうそうそう、まあまあ大体順路通りに進んでったらこういうところは動線作ってあるで、博物館は、ね、鉄道博物館は全然知らんけど、一応これでもね、資格で博物館学芸員という資格を持っとるから、実は学芸員なんや。そうそうそう、なんで大体博物館の構造っていうのは、あの、こうやって作らんだかんよみたいなやつがあるんで、大体それがね、分かっとれば。まあね、そう、向こうの方でも全然分からんけど、さすがに打ち出せないやとゼロ系を走っとったから、ゼロ系は乗ったことがある。いやー、懐かしいなー。ああ、そうそう、こういうね、もけど、まあね、シートとかね、有名やからあれやけど、こんな感じで3列2列のね、シートで、考えてみたら当時は転換クロスやったやんもんね、新幹線も。あれが博多前行っとったんやで、よく考えてみたらすごいよね。ここから中にも乗れるんや。あー、で、これがね、昔の客車やね。まあまあ、これはまだ木造時代かも。そうやね、あの、中がね、側は、ね、豪鉄になっとったけど、そう、木シートやね、で、時代を感じるのは各テーブルに灰皿があるっていうのもね。そうそうそう、喫煙 OK、 当然当然の時代でございますよ。なんなら新幹線だってここのところに多分灰皿がまだあった時代の話やで、パカッて開けたここが灰皿って、あの近鉄の昔の電車だからね、残っとったけど、で、入れるのはグリーン席の車の方が入れるんや。ちょっとこれは中入ってみましょうか。座ったりはできないらしいけど、せっかくでちょっと並んで、そうそうそう、
で、あの確かの横についとる引っ張りが、下についとる出っ張りが、テーブルか、テーブルで上についとるのが灰皿。そんな、私は全部正解だもんな。でもこんなに新幹線バカバカね乗れる環境でもなかったから、やっぱ四日市とかやと家族旅行って言うと車で出かけちゃうねケースが多かったから、どっちかというと電車っていうと方へで、じいちゃんばあちゃんと出かけるってなるとちっちゃい頃に、じゃあ電車使おうかみたいな流れがあったで、その青タイプの、青じゃなかったか、オレンジっぽいやつですよ、多分そうですね、もう僕が最初乗ったのこれですわ、もうまさに。おお、それ全然知らんわ。一番最初乗ったのは N700 系のもうそういう世代なんですよ。そうだわな、じゃあ100系もそうだよ、100系とかも全然知らんわ、300系もそうか、300系はギリ見たんだよ。ああ、はい、それも CM とかに流れてる。ああ、はい、でも、はい、これは、あ、そうか、途中日だけやってるんだよね。車内は、はい、確か記憶違いじゃなかったら、あそこ出入り口の下のところがちょっと形が違う。確か昔は赤外線 P じゃなくて、あそこでなんか重くなったら開くみたいな、そんな構造やったらちゃうかな。あ、はい、はい、ございます。業務室があったり、おー、高級感あるよね。こうですよ。全体的に空気が、やっぱそうやな。明日があれか、あれやったかな、灰皿入れか、やっぱこっちやな、そうそうそう。いやすごいね、歴史を感じますな。すごいね、生まれてないいや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 、へえ、こういう感じだったね。やっぱちょっと空気が違うね。この辺りとかは時代を感じるけど、リスタカーの中にも残っとるよ、あのでね、あ、これは確かに扉のあれやけどね。ありがとうございました。すごい。いやでもやっぱふっかふかに撮ったね、ちょっと今触りやんでないあれやったけど、じゃあそうか、こっちの方まで出てきたんや。でここは食堂車があって、これは昔の食堂車か、寿司ってなってるからな、南シナってなってると、なんか南シナみたいに、南シナかみたいになってるけど、なしで、そのブルートレインの食堂車ね。この辺りはね、走ってるのは実はちょいちょい見とってん。昔一時期一宮に住んどったことがあって、その当時まだブルートレイン走っとったもんで、日本海とかまだ走っとった時代やったもんで、夜になると沿線やったもんで、夜中にガタガタっととかすると、ザー走ってたわって夜にね、でこっちは、車内公開、こっちはこっちでこうやって公開しとるんよね。これ東京型の先頭車、中にいろいろと県なんかもあるみたいです、製造が1964年。こういうのとか撮っていいんですか？大丈夫みたい、こういうの撮ったことは後からじっくり見れるもんね、ようなことで、日車やね、全長も25メートルやから、25メートル車だけ撮ったら、ああ。すいませんね、こんな感じで、ここは中がこういうような模型になっとってね、当時の模型のやつやね、へえ。
高地200キロとかそういうような時代の話やな。これ花か。でっかいな、こうやって見てみると。やっぱ。すごいよ。うん。すごいよ。今ね、でもでかいっていうのが。ボンネットもついてるのがあるよね、当時の。試験車両があるよね。今が300キロとかの時代やからね。で、マクレブになったらもっと早くて。で、空気バネ台車ね。いや、さすがね。板羽で、ドイツ式をもとに、地図号台を再現するサイエース方式ってやつですね。すごいバネ、でっかいな。空気が入って、空気圧で調節するんですよ。すごい圧がかかるから。それで持つ耐久性なりゴムそういうのもね、すごいね。じゃあ触らないで、単に多分錆びるでやと思う、人の手でね。じゃあ車の部品とかやると絶対に汗が落ちないようにしやなかとかそういうのあったりするでね。だからこの下で交差するあれもね、出てきとったね。車内信号装置、へえ、こんなんあったんや。列車の制限、新制限速度を表示、制限速度を表示するんや。はあ、今はもう全部 ATS とかでね、自動でできるけど、当時はそういうのじゃないから。で、車内もこんな感じ。グリーン車とにかく言うと、これが言うとあれやね。これが、1981年から、これです。さっき言っとったオレンジのやつがあれやね。後からです。うちらが多分乗っとった時のこれになっとった。こっちが初期ってことかな。搭乗時の通車で、こっちがオレンジのやつがあっていうかね。さっき言った話してた。今聞いた話はそのまま言ってるだけやけど。